はい、どうもいつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それでね、今日は2日目。何が2日目って言いますと、私のこのサーキット、まあ、皆さんにね、インスタ映えスポットを作ると言ってね、 DIY を始めて今日が2日目なんですけど、初日はね、前回の動画見ていただいた方は看板の土台、廃材でね、作りました。それで、コンパネを買ってきました。それで今日は時間ができたので、コンパネをね、とりあえず打ち付けて、それで黒色で塗装して、あとこのキテガレージ、このキテガレージのねエンブレムをバーンと書いて、やっていきたいと思います。それでね、今日はねとりあえずね黒色までは塗りたいんですよ。黒色塗って何日か綺麗に乾かしてからね、それからこの文字をね、書いていきたいと思います。それで時間があったらね、あとサーキット、これ今私がこれ外壁、コンパネ貼ってこれ茶色で、色塗ってるんですよ。なかなかいけるでしょコンパネでも。それをねちょっとサーキットの奥の方もね、つなげていきたいなと思ってます。てなわけでね、今日は DIY 2日目です。頑張ります。おーす。これはね、廃材、これ廃材をね、ここに、まあこんな感じで、こんな感じで取り付けてね、それで新しく買ってきたコンパネをつなげて、これを止めていくっていう、まあ単純な作業なんですけどね。あと色を塗ると、まあこれをね、とりあえずね、これね鉄板のままね、そのままね縫えるんですよ。ピアス釘っていう、これでねちょっとやっていきます。このままいける。はい、それでね、コンパネがね気持ちね、さっき貼ったコンパネがね何分1センチぐらいね短かったんでね、これ1センチ、カットしていきます。はい、それでね一応ね日曜大工さんでね、一応看板の土台できました。それでね、とりあえず、それで今回の看板なんですけど、ちょっと仮なんですよ。実はねちょっとね次にするんがあるんですよ。それでね、けどね何もないよりマシかなと思って今作ってます。それで今回使うのはこれ、油性のスーパーコートつや消しブラック、これ結構ええ値段するんですよ。もう私が持ってるのこれしかないんでね、ちょっと高いですけどね、これ塗ります。振って これぐらいで入れます。
あのね、ペンキ入れるのめちゃくちゃ下手くそなんですよ。これぐらいでいけるかな。もうちょっとかな。今ね、これね、シンナーをね、ちょっと 10%、5% くらいかな、ちょっと入れてきました。さて、塗っていきます。あ、まだ、まだ、もうちょっとシンナーがいる。ちょっとシンナーの量が少ない気がします。あ、全然伸びない。ちょっとシンナー入れてきます。塗装までね、完成しました。それでね、やっぱりね、時間かかりますね。これね、もう本当にね、1時間ぐらいでできるんじゃないかなかかったんですけど、全然ダメでした。あ、それでね、もうまあ、ペンキまで塗れたんでね、あとはちょっと1日2日完璧に乾かせてから、あ、それからね、このロゴを入れていきます。それとね、中もね、貼ろうと思ったんですけどね、ちょっとね、もう時間がないのでね、今日はここまでということで、本当に素人 DIY は時間はかかるわ、仕上げは汚いしという、まあ、とりあえずね、今回は仮の看板ということでね、ちょっとね、数ヶ月先にね、ちょっとね、すごいこと考えてますんでね、皆さんご期待ください。というわけでね、とりあえずはね、4月までに、完成さすって言ってたんですけど、それもね、ちょっと難しくて、これね、今、ね、3月の終わりなんですよ、実はね。もうあと数日で4月になっちゃうんでね、ちょっとね、なかなか4月をめどにやってたんですけど、それはね、ちょっと時間が遅れます。5月のね、連休までに皆さんがね、連休徳島に遊びに来たりツーリング来たりした時にね、寄れるように5月の連休までにはね、完成させますのでね、皆さんご了承ください。というわけで、今日の動画もしよかったらグッドボタンお願いします。それとね、またチャンネル登録とかコメントいただいたらね、また励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけでね、また明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。ペンキ塗り途中で終わっちゃいました。じゃあ途中でない、ペンキ塗りは終了で、壁は途中で終わっちゃいました。ではまた続きあります。さようなら。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。